じゃあそれでは2曲お聴きいただきたいんですけど、1曲目はバーンジュという曲からお聴きください。今はね、茨城を、ね、茨城に倉庫を借りてね、大阪のね本拠地として活動しています。はい、そうなんですよ。で、まあ二人でね、1年半ぐらい前から始めたんですけど、まあ、はいはいはい、ことのきっかけは、はるちゃんがね、なんか学校でやいのやいの言うてるなってよう聞いたら、路上ライブがしたいと、うちな路上ライブしたいねん、うちな路上ライブしたいねんって、こう、もう友達に言い回ってて、
そうなんやと思って、まあ私一丁紙したいタイプなんで、はるちゃんに、そんな誰でもできるやんって言ったら、もうロックオンされまして、そうそう、ちょっとその時が潮風の真っ最中の時期でしたね。みんな4回生みんながこうスーツ着始めたり、捕まえたと思った、手放すかと思って1年半ですね、ほんまに捕まりました、はい、やってきました。今ではね、もう関係性が社長と平社員みたいな感じになっていやいや、それ言ったらさ、第一印象知ってる？人間って第一印象で8割の印象決まるからね、あなたよくあらまない、バッチリやん、印象付けがいつもね、相方ね、自分の印象だけよく持っていこうとするんですよね。ちょっと相方の印象もちょっとこういう風に社長かっこええやんかほんまに最近はね、そうなんです、うん、もうはるちゃんが基本こう私に次はあれをしてほしい、これをしてほしいっていうね、あれを言ってくれて、で私がその通りにこう動いてるんですけど、この間ついにね言われたのが、リサ車の免許取ってくれえら大きいこと言ってきたから、自分で取るよで私も今週の土曜日からね免許取りに行こう、言うたのとついぐらいそう相方の言葉力は言うて、もうね社長の言うことは絶対なんでね。でまあそんなこんなで活動させてもらってて、今日は縁あってですね、こちらの方で演奏させてもらえると、なんと今日2曲も歌えるっていうラッキーだよね。はい、2曲って言うときながらこんな喋ってすんの、ごめんなさい、すいませんあ、ちなみにあの二重っていう名前の由来なんですけど、さっきおめめの二重っていう発音で大丈夫なんですが、ね、一応二重ってカタカナなんですけど、私たちはただ漢字で書くと二重って書くじゃないですか。でまあ私たち見ての通り二人で声を重ねているので、はい、そういう意味を込めて二重というアーティスト名にさせていただいてます。で、今のバーンジュという曲がね販売してる CD に入っておりますので、今日はね、今日はあれかもしれない、一応持ってきてるみたいなまあでもあのツイッターで言ってくれたら届けに行きますどんだけ買ってほしいねって感じだけどで次の曲は2人で初めて作った曲をさせていただきます。そうやな、声なんかもうちょっと大きくした、ちょっとこれをはっはっは、多分な向きをちょっと動かします。あ、はい。で、そうなんです、宣伝をちゃんとさせてもらおうと思ってて、私たち、12月28日の金曜日に大阪の心斎橋の扉というバーでね、はい、ワンマンライブをさせていただきます、はい、で今チケットがね残り15枚ぐらいとなっておりまして、まだまだ残っておりますので、もし行けるよという方はもう今言ってくれてもいい、今言ってくれてもいいし、後で言ってくれてもいいし、ツイッターで言ってくれると一番助かる、名前わかるから、はい、そうですねだからあの皆さんツイッターフライヤーにしてください、あの、はい、アカウント載っても二重下も京都だけなんで、うん、検索してください、お願いします。それではこのテンションで歌う曲ちゃうんですけど、最後に私たちの原点である一番最初に二人で作った曲、眠り姫という曲お聴きください。行ってくるねの声で私は目を覚ます、
がお休みでも二人はきっとやってゆけるよ。私はそう信じてる、信じてたのに、空っぽの心を埋め尽くすように、私はひたすら眠り続け